おはようございます。イベントがやっと終わりましたね。イベントがクイズがやっと終わりましたよ、昨日。クイズ大会が、こちらですね。やばかった。15位だね。15位。なんか桃奈々ちゃんと藤見ちゃんが相当頑張ってくれたんだよ。でもグループは2位になってるね。だから、クイズ大会には出れる。二人が頑張ってくれたからね。うん。まあ、終わってよかった。ちょっと落ち着いてください。一つ一つ話すんだよ。今全部コメント欄でね、なんとかなんとかって言われてるの全部話してくんでね。まずイベントの話、みんなお疲れ様でした。ありがとうございましたって話なの。OK？ 1位って誰だったの？これこれ3出るね。あ、ソファー届きました、ソファー。こちら、みんなお気づきのようだよ。いいでしょ、結構。うん。素敵でしょ？こう見ると圧迫感ないでしょ、そんなに。言うてないね。おしゃれでしょ、ローソファーかなね。ね、これ3人掛けで3人掛け。180センチ。ああ、私がこう横になれるよ、全然余裕で。違う、これって。これ低いのがおしゃれなんだよね、こう、なんつうの。そうじゃない？この高さがおしゃれなんだよ。まあ、知ってる人は知ってるって感じ。結構歴史古いんだよ、このリンロゼってね。もう50年とか60年とかの、もう、定番のアイテムなんだよ。そう。だから、おしゃれな YouTuber とかさ、インフルエンサーの女の子とかめっちゃ置いてる部屋に。ただ、私もソファーで30万円使ったの初めてだから。ただ、ね、長年持ちがいいのと、アフターケアができるのとね、張り替えとかもできるし、まあ、すぐ壊れるよりは長年使える方がいいんじゃないのって。あと座り心地ね、腰が私痛いから、いいものをやっぱ使いたいみたいな。でも、メンシプでは大好評だったよね。メンシプでは。めちゃくちゃいいねっていう。なんかおしゃれな人が多いんじゃないの、メンシプの人、余裕ある人が。で、なんかやっぱりなんかお客様が来た時のことを考えてね、本当は一人掛けとか二人掛けがあるんだけど、まあ、コラボとかさ、お客さんが来ることが多いじゃん。だから3人掛けにしたのよ。これ3人座れんだけど、280センチで。いや、配置をね、いろいろね、メンシプで考えたんだけど、しかもさ、これめっちゃ軽いの。片手で持てんの。めっちゃ軽いのよ。女の人とかでも一人で持てるよ。いや、帰り着とかじゃなくて、だからフレームとか入ってないからね、多分。全部スポンジっていうかさ、ウレタンだから、だから軽いんじゃないの。全然汚く見えないっしょ。クリーニングかけたの、ちゃんとね。クリーニング済み。それで出荷されてんの。このデザインがいいのよ。この芋虫みたいなデザインがね。これがおしゃれなの、このボコボコしてんの。この蜂の巣み。これが売りなんだよ。この形、フォルムがね。だから長年使いたい人は、その張り替えとかしてずーっと使うんだよね。自分がおしゃれだと思う。じゃあ文句言わないでよ。焼き餅には30万のソファ買えないから、そうやって焼き餅焼いてんでしょ。ごめんなさい。私頑張ってんで仕事。30万もすんだ。価値が分かる人も分かるの。うるさいな。この椅子の価値が分かってる人も分かってんの。あなたたちも分かってないってことよ。ニトリとイケアでいいってことよ。イケアだったら7万円で買えんだからさ、いいソファーがね。おしゃれで私は買ってんだから、自分のセンスでさ。なんか昨日も私、20袋出したのよ。だから合計今、この部屋から50袋、ゴミが出ました。ここも全部捨てた、この棚の中。ここも全部空。これも全部粗大ゴミで今度出すんだけどね。ちょっと目標はね、1回で20袋。それ以上出すと、ゴミの箱がパンパンになっちゃうんだよね。他の人が出せなくなっちゃうじゃん。で、1週間に2回出せんだけどね、月曜日と金曜日。だからまあ、15袋とかさ、20袋とか。
いや、どんだけこの家にそんなにあったのって感じだよね。50袋分がなくなってんだよ。でもまだあるんだよ。まだあるのよ。ね、まだあるんだよ。100袋ぐらい出んじゃないかなって、この部屋からさ。そんなで私はずっと暮らしてたってことよ。やばくない？ギフト禁止にしたんだからね、決めたのよ。もう使ったら捨てるみたいな。一回使ったらもう捨てる。そうしないとどん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 溜まってきちゃうかな。そう、洋服とかも。洋服とかもある程度、例えば1週間使った、1ヶ月使ったら捨てるとかさ。洋服はちょっともったいないじゃん、何回か着れるかな。物とかだったら、1回使ったら捨てるみたいな。いや、禁止にはしないけど、だって勝手に送ってくるじゃん、だって。じゃあ、私がね、欲しいものが送られてくるかって言ったら送られてこないんで、ぶっちゃけね。そうじゃない、欲しいものが送られてくるんだったらいいんだけど、みんな全然ね、的が、何、なんかこうしなかった今。なんでこんな部屋ジメジメしてんの？何の話してるんだっけ。あ、だからな、お部屋の掃除はまあ徐々に進んでるって感じ。ゴミもちゃんと捨てられてるしね、毎回毎回。だからギフトとかは、だから私に捨てられないギフトを送ってくればいいんだよ。いや、最低って言うけど、50袋のゴミが出たんだよ。ほとんど使えないものばっかってことよ。でもみんなは、プレゼントを送る人は今はね、捨てられる覚悟で送ってくる。だからもう自己満だよねっていう話をしてんだよ。でも、それをいちいちね、取っておくとまた同じことになるから捨ててきますって発表したんだよ。こんだけ一生懸命勝たしててもまたさ、ゴミ屋敷になるからね。もう自分の判断でバンバン捨ててきますってこと。いや、でも一応ね、一回とかは使ったりとかするから、私はね。配信で映したり使ったりとかするからさ。な、そういう風にやっていこうかなと。まあ、そんな感じ。と、土曜日どうだった？火薬くん。火薬くんとコラボしましたけど。バーベキューをしましたけどね。でも、見事にあれでね、毎回毎回雨だよね。なんであんな雨なんだろう、毎回。バーベキューの2分の1ぐらいの確率で雨降るわよ、私。あそこはさ、前行ったことあるんだよね。一人で行って、その時も雨降ってたんだよ。でもね、今の人、火薬くんも知らないんだろうね。多分初めて見たっていう人が多いんじゃない？火薬くん土曜日初めて見たよって人いない？でも、ふわっちとか見たことある人だったら知ってるよね。いや、火薬くんってめっちゃ人気だよね、ふわっちとか。まあ、ツイキャスはそんなやったりとかしてないと思うけど、ふわっちだったらもう火薬くんって。まあ、今、バンになっちゃってんだけどね。バンになって、TikTok に行ったんだけど、A 版で。そう、競馬の配信とかね、そういうので有名だよね。人気の理由、面白いじゃん、あの人。キャラクターが面白くない？なんか、初めて会った時、うちに昔ね、来たことあるんだよ。あの、川崎に住んでる時。もう何年前かな？ 6 年前とか5年前。川崎のお家に、聖司くんと一緒に来たの。聖司くんと火薬くんが来て、みたいな。だから、その時ね、まだ聖司くん人気じゃなかったのよ。あんなふわっちの帝王みたいなね。感じなくて、火薬くんの方が人気だったのよ、ぶっちゃけ。火薬くんの方が人気で、聖司くん紹介してもらったんだけどね。火薬くんは叩かれてかわいそう。自分からさ、でもさ、あの人って叩かれに入るよね。こうさ、コメントをさ、拾って大騒ぎをするじゃん。それでまたコメントがそうなるじゃん。自分のやり方だよね、あれね。そう、でもあれは、実際ね、叩かれて困ってるわけじゃない。ニヤニヤしてるから、あの人。コメントが走ってた、自分のこと叩かれば、すごいニヤニヤしてんすよ。私、横目で見てたけどね。もうやめよとか言ってね。あっちすごいよとか言ってたら、もうニヤニヤニヤってしてんね、こうやって。そのコメントを拾って。そうそう。だから、どんどんテンション上がってなかった、一人で。すんげえ一人でさ、テンション上がっちゃってね、火薬くん。すんげえテンションで珍しかったんで、あんなテンション上がってる火薬くんで。でもさすがにあの日はなんか疲れたみたいで、もうぐったりしてたね。もう横になって今日疲れた。でも火薬くんはないかな。私ガチで好きなんだけど、ワンチャン付き合えたらなーとか思ってたんだけど、なんかあの反応はなさそうよね。付き合うのは無理そうなタイプよね。付き合いはちょっと難しいかなって、時間かかりそうなタイプよね。あと誰だって、クルちゃんとかやってんだよ。バケモンばっかじゃん。
今ワンライブのマネージャーでしょ、ゼロワン君を支えてる立場だから、そういうのおとなしいと思うけどね。それでワンライブで思い出したけど、この人が加入しました。昨日重大報告、コヨ君が、あ、これ違う、コマイだった、間違えた、ちょっと間違えちゃったね。コマイ君が昨日、あ、コマイ君じゃない、コヨ君、コヨ君が昨日重大報告ね、最後の重大発表ということで、こちらを発表してましたね。で、この間ね、私電話で話したって言ったじゃん、久しぶりに。その時に、ワンライブどうって誘ったんだよ。私の紹介で入れば、みたいな。TikTok をやりたいって言ってたかな。まあ、事務所入った方がいいんじゃないの？だったらゼロワンとこいいんじゃないの？っていう話をしててさ。だから、ふわっちを辞めて、多分 TikTok に来るんだよね。今日からかな。今日の2時かな。で、あともう一つね、重大発表。私は知ってたんだけど、引っ越しが終わったんだよ。これ新しい新居で放送してんだけど、ずっと私は聞いてたのね、あの引っ越しをしたってこと。なんか麦わらのレイ君の家を出てから、一回実家に帰ってね。それで、引っ越しの、あれをやってたんだよ。で、もう完了して、まあ発表みたいな。なんかペラツグで、先に言わないでねってずっと言われてたんだよね。そう、引っ越したことは自分の口で言いたいかな、つってさ。ああ、やっと言える。もう言いたくてしょうがなかったのよ、コヨ君が引っ越したことをね。でもさ、やっぱりほら、休んでたから収入がなくなるかなっていう話もしてたね。結構休みがちだったでしょ。だから TikTok で頑張りたいみたいな。税金とかもさ、その、バリバリ稼いでた時の税金が来ちゃうかな。1年遅れでさ。なんか休めば休むほど私たちは大変なんだよね。そうなの、保証がないからさ、私たちね。なんで引っ越してたの？前年度の、引っ越しの時って前年度の収入を見られるわけよ。去年の。去年の納税証明を出すわけ。だから今年は、ほら、休みとかでさ、収入が下がってても、前年があれば、普通に家とか借りれるみたいよ。私は借りれませんけどね、私は。コヨくんが借りれてて、私は借りれないのよ。おかしな話だよね。なんかワンライブも結構新しい人が入ってるみたい。まあほとんどね、名前の知れない人とかが多いみたいだけど、まあコヨくんは多分力になるんじゃないの、ゼロワンくんの。もともとプラチナプラスでね、イベントとかも1位を取ってたぐらいだから。めちゃくちゃそういうの強いね、課金とかさ。めっちゃ強いよね、コヨくんとかね。なんか今、太郎くんとかもさ、TikTok にいるん、ゼロワンくんの事務所にいるんだけどね。そんぐらいのクラスでね、多分ね、コヨくんっての。で、私もさ、土曜日さ、チラッとさ、TikTok つけたな、いくら稼げたと思うみんな。バーベキューの時にさ、帰りがけに、チラッとね、TikTok つけたのよ。で、ゼロワンくんがさ、バッとさ、コラボで上がってきて、バトルしようよって言われたんだよ。そう、ゼロワンくんもちょうどイベント中で、ね、奈々ちゃんちょっとバトルしようって言ってさ、私が35万スコアで、あっちが20万スコアぐらいだったかな。勝っちゃったまた。弱いね、ゼロワンくんってね。私2回勝ってるから、ゼロワンくんに。弱いっすよね、あの人ね。それで何？ TikTok で幅引きかしちゃってるわけ？うちのリスナーの方が強いやん。でもゼロワンくんはさ、イベント中だから何回も何回もバトルしてんのよ。ずーっと朝から晩までバトルしてて、そん中の一個が私だから。まあ、リスナーさん大変だよね。相当大変だよね。だから勝てんだよね。私が一回ポンとやればさ。それで5分間ね、ゼロワンくんと戦っただけで、1万収益よ、みんな。まあ、もうバカらしくなってくるよね。なんであんな TikTok は飛ぶんだろう、ツイキャス飛ばないの。ツイキャスね、4時間やって2万円だからね、最近。そういうイベントとかないとき。まあメンバーシップもありますけど、ほとんどメンバーシップで助けられてるの、私は。1日2万円だよ。それの8倍飛ぶんで、5分で。しかもその収益の割合が違うから、もっとだよね。10倍ぐらいかな。でもね、このお部屋がちょっと片付いてきたら、私 TikTok を1週間に1回ぐらいやろうかなと思ってんの。まあ、宣伝も兼ねて。金稼ぎに必死？いや、必死になるよね。だってお家建てたいんだもん、私。家族でみんなに住むための家をね、建てるっていう夢があるから。だってもう40歳だよ。この後稼げなくなんだから、私も稼げる時に稼ぎたいの。その夢を、じゃあ応援してくれる人は応援してよって話よ。私の夢があんだから。まあ、最近は散財してるけどね。
30万のね、ソファー買ったり、30万の椅子買ったり、10万のテーブル買ったりとかしてるけど、まあ、これは、引っ越しするためのお金をこっちに使ってるだけだからさ、引っ越しダメになっちゃったからね。家の中に使おうって言って使ってるだけで。夢を他人に押し付けるな。あのね、夢っていうのは押し付ける問題ありますよ。夢なんだから。やだね。もうちょっとキラキラしたいよね。なんか、ドヨドヨしてる。月曜日なのに。最初がツイキャスだったからツイキャスをね、やり続けてるけど。で、まあ、アンバサダーだしね、給料もらってるし、みたいな。まあ、前々から言ってたんだけどね。でさ、なんか土曜日、私ね、山ちゃんにも頼まれてたの。その、なんか TikTok の話になっちゃうんだけど、TikTok のなんか投票イベントっていうのに出てて、それ結局ね、山ちゃんも 1位になったみたい。おめでとう。すごいよね、山ちゃんね。山ちゃんね、ガチですごいんだよ、ほんと。1位だよ、TikTok で。まあ、部門がいろいろあるんだけど、ダイヤモンドとかさ、ゴールドとか。まあ、山ちゃんはダイヤモンドじゃなくて、その下のゴールドってやつ。でも、それでもすごいよね。これこれさんも、その部門の1位なんだけど、投票部門の1位なんだけど、これこれさんはゴールドじゃなくて、シルバーなのかな？山ちゃんよりもうちょっと1個の下のランクなんだよね。で、これこれさんの倍以上もらってんだよね、山ちゃんね。投票は。これこれさんが60万とか70万ぐらいかな、多分。だからそのランキングによって違うよね。だダイヤモンドっていうのは、だからトップクラスよ。もう長年やってて、もう毎回イベント出てるような人。だから、ゼロワンくんとか無限くんとかはそこなんだよね、クラス的に言う。そこのに行っちゃったら大変だよねってね。無限くん4億円。ギフト部門と投票部門があるんだよね、ジャンルが。だから、そのギフト部門っていうのはもうお金の力や、投票はみんなの応援みたいなさ。で、無限くんはそっちの、なんだっけ、ギフト部門で1位で4億円でみんな4億円。4億円 !1 週間ちょっと無限くん。やばくない？だって5分で日本記録を出したらしいよ。5分で4000万か5000万を出したらしいよ。5分でみんな。で、こないださ、ニュースになったじゃん、それ。5分で1億稼いだの？半分くれないかな？なんか無限くんになんか毒かなんか持って、私のことを好きにさしてさ、金をさ、半分くらいもらえないかな？なんか洗脳かなんか、洗脳かなんかしてさ。そう、ドンファン的な感じでね。いや、普通にすごいなと。まあ、山ちゃんもね、すごいね。これ投票、応援数だから。よかったですね、山ちゃんもね。あと、この間私がさ、コラボした楽しんごちゃんが入院しちゃったのよ。発動しましたね、ついに。腸閉塞になってしまい、緊急入院しましたと。鼻から胃に管を通してる状態だと。お客様コラボ予定だった方、お仕事関係でご迷惑だった方々、大変申し訳ありません。一刻も早く完治するために治療に専念していますと。元気が回復しましたら、またぜひよろしくお願いします。で、今回の動画は入院前に、そう、大変だよね。アニサキスだったんだっけ？ただ、もう見事に重なるよね、本当にね。私の呪いって本当に、あれよね。あるよね。なんか事故にあったりとか、病気になったりがマジで多いんだよね。楽しんごちゃんとコラボした後だもんね、ほんとね。あれから全然あれじゃない？立ってないんじゃないの？なんだなんだなんだ、なんかいろんな人の名前が出てんだけど、何？何？コヨくんが何？ TikTok を無理でした。何の話？配信をしてて TikTok が無理って言ってんの？どういうこと？ちょっと電話で聞いてみるか。TikTok をやらないって何？もう入ったんじゃないの？だって。嫌なんだけど、私が紹介してるから、そう、すぐやめるとかね。そういうのがないかなと思ってね。紹介してるわけよ、紹介する方ってさ。私の顔も潰されちゃうわけよ。ちょ、電話する？コヨ君に。私が紹介してんだから、ゼロワン君に。追い詰めないであげて。頼まれたんだけど、私は。ナナちゃんから紹介という形でできない？こっちの方がいいよねって。追い詰めてね、あっちから連絡来たの。突然。私は連絡してないよ。久しぶりにあっちから連絡来て先週。実はこういうことをやりたいんだけど、こういうことをやってきたいんだけどって内緒にしてくれるって。出ないじゃん。なんなのこのおっさんは。ムカつくな。追い詰めるってさ、そのさ、子供じゃないんだよ。一回やるって言ったことを実行しないよ、だったら。私は少なからずやるってことはやりますよ。
いやいやとかもあるけどね。ちゃんと達成する人が許せないの、その人。中途半端に投げ出したりとか、途中でやめたりとかさ。そうしてだっけな。本当にやんないって言ってんの？だからさ、その考えてるのバカらしくない？そういうさ、相談を聞いてて、あの時間は何だったのよって。もう最近そういうので腹立つの、小よくに対して。だったらもう相談も聞かない。もう関わんない方がいいんじゃないのって話になんだよね。まあ、私が甘いっていうのもあるけどさ。じゃ、だから私から今回電話してるの、あっちからね、話したいって言って。配信を切っちゃったの。なんで？ 5 分間だけ配信して。5分間だけ？ネタじゃないのこれ。今日の14時の宣伝じゃないのワンちゃん。今また通知来たんだけど。配信始まったでしょ。うん、私も釣りだと思うけど、騒いでるだけだと思うけどね。いや、そのさ、初めての TikTok の配信で髪を切る配信をしたいって言ったんだよね。今、ロン毛みたいな感じやん。電話してる？小よくん？どういうことですか？何が？ TikTok をやんないって。違う。もう騒然となってますよ。違う。違うって何よ？いや、TikTok つけたんじゃけど。うん。やり方が全然わかんなくて。ああ、そういうこと？だってタバコも吸えないじゃん。タバコ吸うときはね、画面から隠れるか、うん、エフェクトがあるんだけどね、そのエフェクトをかければ、その画面に映りながら吸えるよ。ああ、そうなんじゃ。でもそのエフェクトのやつとかもさ、こう、始めたばっかだとわかんないじゃん。ああ、だからなんかコラボかなんかに上がって誰か教えてくれんじゃないの？ワンライブの人とか。いや、でもなんか、聞くのも申し訳ないけどと思って、いろいろやるったんじゃけど。いや、そういうのは聞いちゃっていいと思うよ、誰かに。いいのかな？だってみんな、なんか、わかんないもんだって最初は。うん。で、まあそれがちょっとよくわからんかったけ、うん、パニックになってふわっちに戻ってきて。あ、そうだったの？そう。で、タバコをプカ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 ずっと吸い寄ったって感じ。まあそうだけど、まあ私ができんだったら小よくもんができんじゃないの？頭いいかも。脳内変換に。だちゃん、どうやってやってんの？だって言えなくない？例えばリップスティックとかさ。チョップスティックとかに言い換えればいいんじゃないの？あ、なるほどね。うん。天狗様とかさ。あ、天狗様いいね。天狗様よ、うん。いや、でも全然やんないわけじゃないよ、全然。今日やるし、ちゃんと。あの、うん、いや、今日、あの、言っとったじゃん、あの、美容室で配信、やっとできるけ。髪の毛切るんでしょ？そうそうそう、髪の毛切れるけ。まあ、その時にさ、初めてつけたら何もわからんじゃん。うん。何もわからん時にさ、美容室の人ともお話ししながら、で難しいじゃん。そうね。ちょっと、そうね、今のうちに、慣れとこう。おひげも剃ったの？剃った。おひげ剃ったらだいぶあるよね、変わるよね。だいぶ変わった。ちょっと、綺麗になるわ。今日髪切ってきて、もっと綺麗。やるんでしょ、14時に。そう、やるから綺麗になって。まあ、ちょっと手応え見てさ、やればいいんじゃないの、ね、ゆっくり。そうだね、ゆっくりやることにした。いや、だから通知も飛ばないのがね、あれしんどいなって。通知飛ばせるやん、SNS の方に。あ、そう、SNS の方には飛ばせるんじゃけどさ、みんな基本的に Twitter とかに通知つけてないじゃん。あれ、TikTok の中の通知ってあったよね。配信始まりましたって。あ、あるんだ。多分みんなが通知登録。ツイートできるんじゃなかったっけ、あれ。ん？ツイートはできるけどって感じじゃなかったけど、確か。多分中の通知もあると思う。始まりましたみたいな。ああ、あるんじゃ。うん。ああ、そうなんじゃ。ちょっとそれもやってみるわ。ありがとう。まあ、とりあえずたくさんに見てもらわないとね、フォローしてもらったり、通知入れてもらったり。そう。で、人が集まらん限りはもうなんか、うん、そのリスナーさんにこれって何ですかって聞いても、帰ってこんけ。うん。その、何もできんかった。もう、配送してきた、一回ちょっと。だから一回ちょっと。バトルとかもやっぱやんなきゃダメだよね。そういうのもどうかなってね、話したり。そう、ね、そうね、やっていかないといけないから。コラボバトルみたいなのがあるか、TikTok ってさ、慣れ合いみたいなのが。ああ、うん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 。まあそういうのにリハビリすればいいんじゃない、小よくん。そうじゃね。にいろんな人と話して。可愛い女の子も突然来たりするからね。あ、そうなんじゃ。ダメよ、下半身。新しいお家とかに連れ込んじゃダメよ。そこで仲良くなって DM かなんかして。小よくん？ん？聞いてる話。うん。もしもし？あ、聞いてるよ。あ、聞いてる？まあ、頑張って。ワンライブ所属ということで。うん、ごめん、ありがとう。ごめんね。配信邪魔しちゃって。ゼロワン君助けてあげて。いや、ちょっと、いや、
あれ、あの、ちょっと、あれで頑張ってみる。ちょっと、ごめん。ありがとう。うん。多分みんな助けてくれると思うよ。うん、最初は。ちょっと、ちょっと頑張ってみるわ。ありがとう。うん、本当に。じゃあ頑張って。うん。てか、またお家行かせてよ。いいよ。うん。貸してよ、うん。リフォーム済んだのね、あの片付け。わかった。うん。頑張って。はい。はーい。じゃねー。やっぱ、こよくんかな。かわいい。食べちゃいたいって感じ。やっぱ、かやくくんよりこよくんよね。やっぱ、こよくんは、いい男だよね。この、話しただけでキュンキュンしちゃう。かやくくんは一人でさ、ノンストップで喋ってるし、うるせえし、顔だけがタイプなんだよね。顔が整ってて私のタイプなの。でも今ね、もう一人気になってる人がいるの、ミートくんね。今気になってるの、ミートくん、コヨくん、カヤクくんなんだよ。みんなバラバラだけどさ、ミートくんっていうのは、こないだほら、かき氷を手伝ってもらった人いるじゃん。敵屋さんの、ふわっちの配信者のね。あの人も初めて会った時に、ああ、いい人だなぁ、みたいな。いや、連絡取った昨日、デートしようっつってさ、私もずるい女よ。かやくくんと、ね、こよくんと、あと、みーとくんにみんなにデートしようっつってんだよ。で、その反応を見てみようかなと思ったんだよね。反応を見てみよう。これどっちがいいと思う？みんな反応的に。ちょっと今見せるからさ、LINE ね。そのデートしようっつってね、同じ文章を送ってちょっと反応を見てみようと思ったんだよ。今度遊ぼうっつったら、遊びたいって、はーいってね。これみーとくん。こっちはみーとくんね。近いうちご飯でもどうですかみたいな。いいねって連絡待ってますみたいな。これがミートくん。で、カヤックくんね。同じ文章で。カヤックくんはね、カヤックくんは今度遊ぼう。はい、ぜひ遊びましょうで終わってんのよ。でもさ、こう考えるとさ、ミートくんの方が筋ない？筋っていうか、なんとチャンスは。あっちが何々しようって提示してくれるんじゃん。ご飯でも行きましょうみたいなさ。こう話が進んでるでしょ、すでに。こういうのが大事だよね。あの人と関わるときってさ、そこで終わってんじゃなくて、こう、なんていうの、提案をしてくれてるっていうの。筋じゃなくて、なんていうんだっけ、そういうの。脈だ、脈。なんかちょっとミートくんとご飯食べてこようかな。プライベートでもいいし。で、あっちもね、言ってたらしいんだよ。奈々ちゃんのことが気になるとか、奈々ちゃんが結構タイプみたいな。まあ、配信のパフォーマンスかもしんないけど、そんな感じのリアクションをしてたんだって、この間かき氷終わった後ね。私が気になるみたいな。いや、意外とね、私ってね、配信者してる人より、普通っぽい人の方がいいんだよ。例えば、かやくんとかもろ配信者って感じじゃん。普通にプライベートとかで仕事してる人とかの方が、そっちの方が重きを置いてる人の方が、うまくいきそうな感じがする。うん、やっぱ配信者だと使われるとこあるじゃん。富士山だなっていう名前を使って、そういうなんか適当に言うじゃん。みんなね。売名とか、そういうのが関係なく、普通にさ、私を好きになってくれる人とうまくいきたいなぁとか思ってんだけどさ、今ね。どう思います？ちょっとガチで今やることいっぱいあって、カレンダーのデータを作った。今度カレンダーを発売しようかなと思ってさ、2025年ね。それのデータを作って、ちょっとね、プレゼントがいっぱいあるんだ。あとね、無限くんの、あれと、陶芸も届きましたね。ちょっとスペシャル、今日は。不思議なことに皆さん、帰国子女や海外在住、または、海外育ちの日系の方で、日本に来たばかりの人たちです。決まって、離婚歴、子持ちのシングルファザーです。きっと、心美しい方のように思います。ロマンス詐欺ってことこれ。あ、そういうことか。そういうことね。ロマンス詐欺の DM が来てるってことか。このね、文章的に。日本語は苦手とおっしゃり、時々、へんてこない言い回しをします。それでも難しい日本語や会話もスムーズに理解してくれる賢い方ばかりです。とても私に興味を抱いてくれて、氏名、年齢、年収、職業、婚姻歴など何度も聞いてきます。愛でしょうか。LINE だとさらに親密にお話ができるので交換を求めてきます。
ロマンスの神様は積極的です。なんかじわじわ来るな。今度西麻布で食事と美味しいワインをご馳走してくれるそうです。ナナ様、私の恋の行方、ご心配に及びます。進展がありましたらまたご報告しますね。名前ですね。詐欺だってロマンスさんより。ありがとうございまーす。すごいね、この文章ね。センスあるわ。で、今度私ね、グッズ発売しようとしてて、うちのお母さんが手伝ってくれると言ってんのよ。一応ね、カレンダーは今ね、作ってる最中。来年のカレンダー、2025年。それでうちのお母さんはキーホルダーとか、トレーナーとかさ、そういうの作った方がいいんじゃないのって言ったけど、私がやめようって言ったのよ。こちら、陶芸が届きました。これみんな覚えてる？あ、なんか、りょうたっちょくんと、きちょうくんと、私で、箱根に行った時に陶芸をやったんだよね。その時に作った、お皿だっけな、確か。が完成してね。届きました。ちょっと楽しみだね、出来上がりね。こちらですね、ゴーラ陶芸工房。遅くなりましたが、作品が焼け上がりました。お送りいたしますと。結構あれだね、陶芸って時間かかるんだね。まず質と質目、とっくりかな。あら、いいじゃん。よくない？あら、いいね。いい色、いい色。つるつる。で、これがお皿。いいじゃん。いいね。ムラなく。重いね、結構。何にしよっかね、これ。花瓶かなんかに使う？なんかこういうアクセサリーを入れるやつとかにすれば。これが陶芸ですね。で、こっちが無限くんの化粧品が来ましたよ、みんな。無限くんが化粧品を出したんですよね。それがやっと届きました。おぉ！かっこいいじゃん。プロデュースバイ無限って書いてあるね。みんなこの QR 読み込めばいけんじゃない？もし欲しい人いたらね。誰これ？誰なのこれ？別人だよね。今痩せたね。なんかこういうやつね、こういう。あら、ちゃんとしてるわね。洗顔フォーム、化粧品、美容オイル、石鹸だって。楽しみ。あ、真っ黒い箱。すごいね。これさ、もしかして2個入って2セット送ってくれたのかな？あやこちゃんの分じゃない？ねえ、優しいね。あやこちゃんの分も送ってくれたよ、多分。ほー。すごいね。いいじゃん、いいじゃん。統一感あっていいね、デザイン。いいね。なんて読むんだろう、これ。無限光って読むのかな？なんて読むの、これ。無限輝き。これが、保護オイルだね。お、いいじゃん。マットでよくない？え、めっちゃ高級じゃない？墨汁みたいだよね、ほんとね。これなんつうの、マット感良くない？結構高級に見えるよね、これね。で、これが石鹸。これはまあ普通かな？普通の。あー、でもなんか手作りっぽい感じだね。香りはね、そんなにしない。あ、天然植物エキスなど配合した無香料、無着色のお肌に優しい全身用ソープだって。赤ちゃんにも使えるだって。だ、顔も洗えるし、体も洗えるって感じじゃない？頭とかも多分洗えるんじゃないかな。で、こちら洗顔フォームだね。プッシュタイプの。こちらが洗顔フォーム。手のひらに2プッシュして、泡でお顔を包み込むように優しく洗ってください。で、これは、化粧水だって。あ、これだけ白なのね。白もいいね。このさ、なんかこのスクエアぶりがいいよね。この、なんかマックみたい。アップルの製品みたいな。あら、ありがとうございます。どうする？これ今度試してみる？いや、メンズ用でも女性は使えるんじゃないかな。今っつっても、だってもう20分になっちゃったもんね。だから今度、やろう、これ。今週中にちょっとレビューするわ。使ってみてね。で、あと、お部屋のインテリアね。あら、お部屋が明るくなるわ、またさらに。こういうのがあるとだいぶおしゃれな部屋になるよね。どう？これどこかな？どこに置く？ここかな？あら、お花いいわね。ゴミはどうしてんの？これゴミ箱、これ。三連結の。
上が生ゴミ、ここが、ペットボトル、下が空き缶みたいな。これめちゃくちゃ便利なのよ、これ。お気に入り。いや、これは捨てたくない。使いたいの。いっぱい入るの、容量が。容量がいっぱい入るからあれにしてんの。でかいやつも。